いよいよ夏山シーズン到来。奥州市では6月1日に種山高原や焼け石連峰で山開きが行われます。登山や観光の後はやっぱり温泉。今日は焼け石連峰のふもとにある焼け石岳温泉姫香湯にお邪魔します。姫香湯は車に乗って東北自動車道水沢インターから30分、焼け石岳登山口から20分ほどです。お邪魔します。いらっしゃいませ。何はともあれお湯をいただきますか。露天風呂を選んでみましょう。開放感あふれるスペースですね。姫香湯には泉質の異なる源泉が2つあります。どちらのお湯も滑らかで肌に吸い付く感じです。地元の方は美肌の湯として親しんでいるようです。残雪の焼け石連峰も望めてついつい長湯してしまいそう。さてお楽しみの晩ご飯にしましょう。食材は地元で採れたものを使っているとのこと。このお餅は十根餅です。十根とは方言で雑穀のエゴマのこと。こちらの名物商品なんだとか。日帰り用のお膳もメニューがいろいろあります。こちらの食材も地元のものを使っています。眺めの良いお部屋では焼け石の山々や伊沢ダムが展望でき、ゆったりとした気持ちにさせてくれます。焼け石岳に登って、お風呂に入って、美味しいものをいただいて、今日は本当にハッピーな一日でした。当地へお越しの際は美肌の湯姫香湯へお越しください。お待ちしております。